じゃあもう今後の M1 は M1 やばいっすよ。明るいね。じゃあでも明るいやつじゃないと勝てないんじゃないかなと思うんですよね。真空ジェシカってやっぱ、うん、目が暗いから超面白いじゃないですか。いや面白い、いやめちゃめちゃ面白いじゃないですか。俺ねもう見た時はセンスの塊やこの人だと思って俺ずっと真空ジェシカが好きで、うん、もうあの河北くんが、ね、R1 の準決勝行ってのたまたま見たんですよね多分、うんうん、もう多分10年ぐらい前だと思うんですけど。あもうそんな前からすげえ面白い。なんでこの若い子天才すぎるじゃんって思ってそっからずっと勝手に好きって言ってて、あーはーはー、でサイン求められた時に勝手に真空ジェシカって書いてたんですよ。なんてことしてんだよ。あの新宿のねどこだっけかな、気づらずしかどっか行くとメープル超合金のカズレーザーさんご来店っていう上に真空ジェシカってサインがあった説明いるだろそれどういうことってなるじゃん。